まあ、2試合続けて退場者が出てしまっているというのも一つあると思いますし、はい、あとはこう退場して数的不利になってからの得点なんですよね、2試合とも。構えるときは後ろ5人並ぶことももちろん、おっと高い位置で奪った、小野瀬引きつけて町野だ、ナイスブロック、立花田のブロックでしょうか。立花田、家永、宮代からの落とし、家永シュート、右足でした。背後に流れたボールを大橋が回収、サポート町野、大橋クロス、逆サイド、石原ボレー、よく見えてましたけどね。見えてましたね。長木、さあ谷君に入る、大橋は背後へ、そこを狙った、大橋だ、大橋クロスバー、決定機、湘南ベルマーレ、ね、どっちだろう。左のインサイドハーフ、谷君が2トップの一角に変わっています。おっと奪って家永、宮代シュート、サポン君、平岡絡んできます、タリク、前を向いたタリク町の平前、ヘディング、クロスバー、平岡の頭、まあ、川崎のねちょっとスローになりながらの時間っていうのはなかなかできないですけども、非常に見応えがある、足をグッと入れました。長木、力強く奪った長木、石原、長木えぐってきます、長木のクロス、跳ね返り、もう一度長木入れ直してファーサイド、持ち直した、シュートだー、平岡、2試合ぶり、今季早くも2点目、かわして、まあ、一度はね阻まれますけども、もう一回落ち着いて遠いサイドよく見えてましたね。もうピタッと止めて、もう自分の前になって、そこからはもう平岡素晴らしかったですね。もう何でもできる状態にボールを置きましたのでね、はい、局面が本当素晴らしかったですね。最後の局面もそうですし、もう長木と家永のバトルのところもすごかったですし、さばいた、山田のもとへ、山田ゴールデンルーキー2世連発、瀬川です、失礼しました。冷静でした最後ね、まあ、ここのフリーになって縦パス、このワンタッチが効きましたね。多分杉岡が、まあ、クリアしようと思ったボールが多分そのまま瀬川に当たったんですけど、いや冷静でした最後、続いて流し込みましたね。本当ですね。水村さん、消耗戦でしたね。そうなりましたね。まあでも湘南はね、勝つチャンスをまた逃した。